ミハエル・ベン・アリは、1963年10月12日、イスラエル・テルアビブ出身のイスラエルの政治家、宗教者、エレツ・イスラエル研究を専門とした PHD を所持している。イスラエル国会議員で尊敬する政治家は、ラビ・メール・カハネである。1963年に、テルアビブ南東の郊外の町、クファル・シャレムのミズラヒームの家庭に生まれる。 父母はそれぞれイラン、アフガニスタンからの帰還者。長寿で宗教学校を経てバルイラン大学に進む。同大学でタルムード研究により学士の称号を得、その後、旧約聖書に対する研究をより深め、前述のエレツイスラエル研究により PhD の称号を獲得。ベニアリが正解との接点を持つきっかけとなったのは青年時のラビ。 メールカハネに対する系統である。1980年代初頭には、当時、カハネが創設したユダヤ教原理主義政党、カハに所属していた。2003年にカハネ主義政党のユダヤ国民戦線から、初めて国政選挙への出馬を試みるものの、その際は大惨敗を喫する。雪続を果たすのはそれから6年後の2009年になってからで、政党も、 国民戦線から国家統一党に移籍、ベンアリは比例順位4位で初当選を果たす。また、当選後、ベンアリは真っ先にラビカハネの遺族の元を訪問、当選の報告を行っている。2009年現在、議席を持つイスラエルの国会議員の中では最も、先鋭的な対アラブパレスチナ教皇論者で、ガザ攻撃の際には、 ダビデ王のペリシテ人に対する攻勢を引き合いに出し、早い段階から地上戦を主張。また、ガザ地区撤退計画で撤去された、ガザのユダヤ人入植地の再建を掲げている。2013年の総選挙には、強いイスラエルから出馬するも、議席を得られず落選した。政治活動は続けている。2010年5月、当時ムアンマルアルカザーフィーの統治下にあったリビアを、 アラブ系イスラエル人議員たちが共同で訪問したことを議員会合の席上で強く非難。これに対しユダヤ系イスラエル人左派政党、メレツ所属の議員であるイラン議論、メレツ党主派イムを論が激しく反論。ユダヤ人同士がお互いを非難し合う事態になった。2012年2月、ベンアリはアメリカ合衆国を訪れようとしたが、米政府がテロ組織と認定している。 極右政党、下派に在籍していた事実により、入国を拒否された。この措置には、ベンアリのみならず、イスラエル国会議長のルーベン・リブリンも強くアメリカを、非難しており、ベンアリは、この盲目的な行動が、アメリカ同時多発テロを招いたのだと趣旨を持って、アメリカを強く非難した。ありがとうございます。